待った？全然。寒いよな、すっかり。はい。持ってきた？あ、はい。大丈夫そうっすか？大丈夫だから持ってきたんだろ。大丈夫だって確信の持てねえもの持ってくるほどバカじゃねえだろお前も。もちろんです。冗談だよ。おめえがまぜもん売りさばいてるって話聞いたんだけど、本当？どうなの？誰がそんなこと。本当かどうか聞いてんだから、まずはそれに答えろよ。本当なわけないじゃないですか。そうだよな。悪かった。じゃあ今月もよろしく。はい。なあ、おっさん、おっさん、止めてくれよ。なあ、頼むよ。おい、聞いてんのかよ、おっさん。おっさん、頼むよ。なあ。金ならあんたって、おい、おっさん。しっかりやってくれてるんで、はい、あの、そうですね。あ、はいはい。いや、もう、あの、トラ君もだいぶ全部任しちゃってもいいと思いますけどね。ええ、そうです。あの、結構切り盛りしてくれるんで、今、はい。あ、ん？林さんとこの旦那さんって、人材紹介っていうの？そういう仕事されてるじゃない？いや、わからないな。あ、そうなの？働いてるらしいの。でね、やっぱり求人情報が一番充実してるのって何だったかしら。もうど忘れしちゃった。なんだっけ。思い出したら言うわね。うん、今日ご飯炊きすぎちゃったから、いつもより多めに食べてね。うん、お父さんもね、うん、今日も美味しいよ。ありがとう。
はい。あ、やっぱりお風呂まだだった？うん。ごめん、もう入ったと思ってお湯抜いちゃった。もう一回食べるから少し待てる？じゃあいいよ、シャワーで。ダメよ、疲れ取れないわそれじゃあ。本当にいいって。いやでも全身使った方がリラックスして疲れ取れるって。もういいから。ね、すいません、ジュース。うん、ありがとう。鍋岡くん、添島ゆり覚えてる？鍋岡くんじゃなかったですか？ごめんなさい。鍋岡です。え、やっぱりそうだよね。超びっくりした。間違ってたらどうしようかって一瞬びっくりした。久しぶり、覚えてる？うん、添島さんでしょ。え、本当に覚えてる？うん、添島さんでしょ。うん、っていうか高校卒業以来だよね。超偶然。そうだね。よく来るの、ここ？うん、今日は初めて。へえ、そうなんだ。っていうか私めっちゃすっぴん。お風呂上がりだもんね。そうそうそう。添島さんはよくここに来るの？うん、ちょこちょこ。そうなんだ。広いお風呂に入りたくなる時があるんだよね、たまに。うちの浴槽狭いからさ。一人暮らし？うん。そうなんだ。うん。じゃあまたね。うん。あ、同窓会行く？あのグループに入ってたよね、鍋岡くん。うん。行く？どこに？いやだから同窓会。いや、わかんない、まだ決めてない。てか、鍋岡くんって東大行ってたよね？うん、まあ。やっぱそうだよね、超頭良かったもんね。いや仕事とか忙しいなら厳しいかな、同窓会。うん。そっか、もっと喋れるかなって思ったんだけど。じゃあ行こうかな。え、本当？うん。よし、じゃあまたね。うん、じゃあ。ん？う、何？風には気をつけてね、外寒いから。うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。うん。ありがとうございました。小寺尾ですか？ああ、いつから行ける？しかしどこも人手が足りてねえからな。はあ、終わる？そろそろ。もうちょっと待ってろ。先もそういた、私お腹空いたよ。いいから待ってろ。許さないの、もう。表行ってもいいから。今小寺が抜けたら、うちは銭湯としての仕事も回らなくなります。そりゃそっちの都合だな。今求人をしているところですから。あのね、言っとくけど、お宅の小寺君は本当に優秀な人殺しだ。天職と言ってもいい。そんな人間に東さんはいつまで風呂屋の店員なんかやらせておくつもりなの？バスタオル畳んで人生を終える玉じゃねえだろ、あいつは。それは本人が決めることです。
もう限界。空腹。早く。でどうするよ。仕事は溜まってんぞ。どうすると言いますと。だから小寺君をクビにしてうちによこしなさいって話よ。いやしかし東さん、借金返せないでしょ。しかしじゃないの。しかしじゃアンデラ、うん、カレー食べに行こうか。またカレー。東さんも行く。いえ私は。あそう、じゃあ。会社立ち上げるときにちょっと出資しただけ。え、出資じゃん。こんなことないよ。うん、後ろにピアノあるんだけど、うん、弾いてもらってもいい？聞きたい。いや、それはいいよ。ちょっと、いや、いいよ。一回だけ。一回だけ？いや、いや、すごい、すごい。え、何でもいい。何でもいい。東大出てんだ。あ、はい、一応。卒業してからずっとアルバイト？あ、はい。なんで？と言いますと。いや、単純な興味で聞くんだけどね。優秀なんだろうに、なんでずっとアルバイトしてんのかなって。誰だって不思議に思うだろう？特に理由は。ないです。採用。ありがとうございます。でね、実は今日もう一人面接に来るんだけど、もうすぐ来ると思うからちょっと待ってる。あ、はい。一緒に働くことになるかもしれんから。はい、わかりました。松本君。はい。君の履歴書、字が汚くて読めないな。え、どうして？まあいいや、採用。え、掃除とか好き？変な質問だけど。っていうか、風呂が好きっすね。ああ、そう。それ何よりだ。じゃあ、よろしくお願いします。うん、ああ、二人仲良くね。お願いします。松の湯ってわかる？松の湯って小池さんのところ曲がってまっすぐ行ったところの？こないだ和彦は行ったとこだよな。こないだって？ほら、母さんがお湯の線を抜いちゃった時に。ああ。うん。そこで働くことになった。明日から。あら、そう。うん。またどうしてお風呂屋さんで？まあいいじゃないか。頑張れよ。そうね、頑張って。お味噌変えたんだけど、どう？ん？どれ？
うん、美味しい。よかった。うん、美味しい。あ、やべ。あ、お疲れ様です。今日からよろしくお願いします。うん、松本くんだよね。はい、よろしくお願いします。よろしく。聞いたんすけど、東大なんでしょ。うん、まあやっぱあれっすか、風呂が好きなんすか。うん、そうだね。そう。こんばんは。どうも。おっ、何時まで。え、何時に上がるの。12時くらいかな。終わったら飲みに行かない。え、いやでも。いいじゃん、私一旦帰ってるからさ。お風呂入ったら、終わったら連絡してよ。分かった。はい。はい。じゃあまた後で。じゃあ。ごゆっくり。超びっくりした。マジで働いてるとか思わないし。分かったから。どうして働くことにしたの？え？いや、なんとなく。私に会えるから。違うよ。っていうかさ、うん、なんで副島さんはあそこ通ってんの？え？だから言わなかったっけ？たまに広いお風呂に入りたくなる時があるんだって。にしては頻度高くない？うるさいな、もう。本当、あれか、本当にお風呂が好きなんだね。もう一杯いける？綺麗だね。うん、大丈夫？ねえ、お酒飲みすぎじゃ危ないって。あ、ここ通れるよ。危ないよ。通れるよ。いや、何やってんの。絶対酔っ払ってるよね。酔っ払ってないよ。お酒強くないでしょ。強くないよ。いや、強くないんだ。あれ、ん、お風呂入りたいの？いや、まだ誰かいるのかなって。うん、気持ち悪い。大丈夫、うん、ここのトイレ使う？うん、早く帰りたい。うん、分かった、じゃあ行こう。うちには入れないよ。わかってるよ。バカ。東さん。うん。さっき松本と何を話してたんですか？え？さっきあそこで。
なんで？どうした？いや、なんか俺らの仕事に問題あったのかなって。あのね、和彦君、今回がっていうことじゃなくて、今後の君のために言っとくけどさ。はい。知る立場にない人間が知っちゃいけないことを知ってしまうっていうのが世の中一番危ないことなんだ。だからあんまりいろんなことに首突っ込むんじゃないよ、なんてね。お疲れさん。 お疲れ様です。あれ、松本は？今さっき上がったよ。そうなんですね。じゃあお疲れ様です。はい。本当にお世話になりましたから、東さんには。田中を殺そうなんて考えてないですから大丈夫ですよ。でもあの二人が来てくれてよかったですね。なんとかクロエは続けられる。でも松本の方はすぐサボろうとするんだね。どうかしましたか？閉店後はここはこんな感じで使っててね。その何、ちゃんと喋んなさい。人を殺す場所として？そう。そうなんですか。掃除が楽だからね。
でね、和彦君、こうなった以上今後は君にも手伝ってもらうから。僕？大丈夫、掃除だけ。殺しは小寺がやるから。掃除っていうのは？そりゃ君、このままじゃ明日お客さんが気持ちよく風呂入るんだろう。ですね。心配しなさんな。今までは小寺一人で全部やってたんだ。誘拐して殺して掃除まで、あと死体の始末もね。だから何か分かんないことがあったら小寺に聞いて。じゃあ、あっちの掃除は任し。はい。大丈夫？大丈夫です。じゃあ、頼むわよ。よく燃えてますね。小寺さんはどう言われてこの仕事を始めたんですか？いや、じゃあ、お疲れさん。お疲れ様です。終わったかい？はい、今ちょうど。上出来上出来。これ。え？特別手当。うん、やばい仕事なんだから取っときなさい。ありがとうございます。うん。あ、和彦君。はい。大丈夫とは思うけど、もしこのことを誰かに喋ったら、その時は申し訳ないけど、君も。OK？ はい。じゃあ、私は帰るから。戸締まりだけ頼んだ。ああ、おはよう。今帰るか？うん。仕事がちょっと終わらなくて。銭湯？うん。お疲れさん。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。
美味しいよ、田中の料理。そうですか、それは楽しみです。うん、東さんはお風呂の仕事をやってるの？はい。うん、お金儲かるの？え、お金？うん、儲からない？儲かる。そんなには。儲からない？あんまり。どうしてそのお仕事をしてるの？どうしてでしょうね。わー、美味しそう。はあ、オムライスですか。召し上がれ。料理得意なんですね。まあね、一人暮らしは長いから。離婚してからずっとだよ。こいつはたまに来るだけ。ほら食べて、うまいから。冷めるよ。はい、じゃあいただきます。うん、うまいだろ。うまい、大したもんですな。いいじゃん。分かった、はいはい。See you。 まあ今月から小寺君ががっつりうちに来てくれるわけだけども、はい、松野屋さんの風呂場は今まで通り今後も貸してもらいたくってね。小寺を引き抜いておいて、その上場所までとなると。いいよ、食べながらで。小寺君をうちによこすだけで借金がチャラになるなんて、そんなおいしい話があるんだったら俺が教えてほしいよ、東さん。そりゃいくらなんでも。うん、これ今月中によろしく。今月中はさすがにいけるよ。いや、しかし東さん、なんで言わせんの。うん、それでいい。おーっと、よし。和彦さん。ん？なんか機嫌いいっすね。楽しいっすか？うん、まあ。なんかあったんですか？まあちょっとね。え、なんすか。寝てないんすか。まあちょっとね。え、なんすか、教えてくださいよ。別に何もないよ。鬱陶しい。まあまあ。え、何。いや別に何もないって。絶対何かあったでしょ。だから何もないって言ってるじゃん。何言わんだ。何もないって普通でしょ。普通じゃないでしょ。何よ、もう普通だって。どうも。今夜例のは一応あるけど。すいません。いらっしゃい。今日ちょっと約束があって。いや今日はいいよ。
すいません。うん、あの次やるときは言ってください。うん、お待たせ。緊張するんだけど。どうして？だってこんなお店あんまり来ない。当たり前じゃん。ワインリストでございます。じゃああの頼んでるコースに合うやつで。かしこまりました。お願いします。はい。よく来るの？まあそんなしょっちゅうではないけど。彼女になってほしい。好きだから。急に切り出すんだね。ダメ。そんな焦りなさんなって。いいよ。え？でも条件が一つ。何？次のデートはもっと気楽な居酒屋にしよう。いや今日が嫌だったってことじゃないからね。すごく美味しいし、どうしても緊張しちゃって。分かった。ありがとう。食べよう。何？大丈夫？うん。ここ？うん。じゃあまた。また。LINEするね。うん。松本？何してんすか？何しに来たんすか？お前こそ何を？和彦。小寺さん！松本。いいよ、話して。じゃあ二人で掃除頼める？はい、分かりました。
なんで松本にやらせてるんですか。なんでって。いやだって、とりあえず頼んだよ。ちょっと急ぐから。二人だと倍はかどりますね。助かります。聞きましたか。何を。昨日の夜。うん、聞いたよ。どうして。和彦君、この際だから正直に言うけど、例の仕事は本当は松本君に頼もうと思ってたんだ。もともとこの間は行きがかり上君に手伝ってもらったけどね。松本に。仕事の内容は内容だろ。だから松本君の方が向いてるんじゃないかと思って。そんな俺だって。何も和彦君がダメだって言ってるわけじゃないんだ。でね、小寺とも相談して決めたんだけども、聞いてる？はい。ああ、昼間の通常の銭湯の業務は和彦君がリーダー、夜の例の掃除は松本君がリーダーってことで今後はやっていきたいんだ。松本がリーダー。夜の方はね、昼間は和彦君がリーダー。オッケー。わかりました。じゃあよろしく。次はいつですか。夜の掃除は。この後すぐだ。好みですか。は。何言ってんだバカ。ふっ、じっと見つめてるから。いや、なんでこの人は殺されなきゃいけなかったんだろうかなって思って。そんなこと考えてんすか。そりゃ考えるだろ普通。いや、それやめた方がいいですよ。そんなんじゃ身が持たんす。ただ何も考えずにコツコツと処理しないと。こういうのは。じゃあ俺も東さんとこ行かなきゃなんで。あれ、東さんは。だいぶ前に出かけましたよ。で、俺も呼ばれてるんで。え、どうして。何がすか。どうして松本が呼ばれてんの。いや、なんか次の仕事の打ち合わせ的なやつみたいで。なんで掃除お願いできますか。そうか、わかった。じゃあお願いします。行ってらっしゃい。いただきます。誰だこんな時間に。はい、鍋岡くん。ごめん遅くに。なんかどっか適当に座ってて。お邪魔します。あ、お茶入れるね。どうしたの。
おはよう。おはよう。起きてたの？うん。眠れなかった？ちょっと考え事してた。仕事のこと？うん、まあちょっと。今日は何時から仕事？今日は休みだよ。いいな。ゆりは仕事？今日は新作のリップの発売日だから結構混むと思うんだよね。口紅？へえ。何？興味ないでしょ。コスメとかどうでもいいよね。分かってますよ。無理の仕事なんだから興味あるよ。いいよ、無理しなくたって。いや無理してないって。こら、ちょっとやめてよ。お肉触らないで。いいじゃん。お肉はちょっと、あ、もう時間だからもう行かないとダメか。ちょっともうちょっと行かないと。ちょっと、いや、もうちょっと寝てな。悪いな、休みだったのに。夜だけじゃなかったんですね。あと2時間で開店だから急いでたの。了解しました。東さん、小寺さんは？ああ、そいつが終わってまたすぐ出てったよ。忙しいですね。すごくね。だからとりあえず大急ぎでお願い。もちろんっす。ありがとう。じゃあ私は出かけなきゃいけないから。わかりました。じゃああっちお願いしていいですか？え？いや俺この後すぐ小寺さんに合流しろって言われてるんですよ。え、そうなの？はい。なんで開店に間に合うかちょっと微妙っす。もろもろお願いしていいですか？そんなに遅くなるの？っていうか和彦さん今日本当は休みですよね。マジ申し訳ないです。それはいいけど。で、もう一つお願いがありまして、俺と小寺さんが戻ってくるまで待っててもらうことってできます？何時くらいになる？全然読めないです。分かった。マジっすか、超助かります。最悪下手したら一人連れて帰ってきて殺さなきゃかもなんで。うん、分かった。いや、マジありがとうございます。じゃあこっちよろしくお願いします。もう行きます。じゃあ本当に来るの？はい。車にいてもいいんだぞ。小寺さん一人とか無茶っすよ。相手多いんでしょ？まあ一応初めてじゃないって東さんは言ってるけど。そうっすね。俺は行きますからね。もう一回写真見せてもらっていいですか？行きます。
そこそこ長いんで。タオルたくさん持ってきて。タオル早く。救急車見る、救急車。ちょっと待った。東さんはいない。もしもし。はいはいはい、分かった。他には。そうか、すぐ戻る。田中さん。ああ。小寺が死にました。撃たれたのか。そのようです。沢田、ご苦労さん。じゃあ失礼します。一つ確認だが、沢田のところには小寺君一人で。そのはずですが。一人で突っ込んでったっつうのが無茶やな。私も止めたんですが。そういうわけで今後はこの仕事を請け負えるかどうか。なんとかしろ。時間ください。ありがとうございます。じゃあ失礼します。すいませんでした。ん？ああ、しょうがない。松本君、悪いけど小寺君をいつも通りに。分かりました。松本。
よく無事だったな。運が良かったんです。そうなの？はい。相手っていうか敵は？ちゃんと殺してきましたよ。そうなんだ。お疲れ様。やりますよ、僕らで。いいよ、今日は疲れたろ、さすがに。まあ風呂入ってけ。最高っすね。うん。だいぶ疑ってますよね、俺のこと。え？俺が小寺さんを撃ったんじゃないかって。そんなこと思ってないよ。ならよかったです。いやでも、なんていうか、松本ってもともと何してた人？何も聞いてないですか、東さんとこから。うん。人を殺す仕事をしてました、簡単に言うと。あ、でもなんかそんな物騒なやつとかじゃなくて、なんていうんですかね、そのヤクザ的な人しか殺してないんで。まあ俺を雇ってたのもヤクザなんですけど。東さんはヤクザ？東さんはヤクザじゃないですよ。どっちかっつうと俺に近くて、まあヤクザから仕事を頼まれてる的な。仕事って？いやだから人を殺すのにここを貸す。なんでそんなに詳しい？だから誘われた時、東さんから全部聞いたんですよ。そうなんだ。っていうかさ、もう出ません。暑くなってきた。うん。俺も仕事でここ何度か使わせてもらったことがあって、だから東さんとは知り合ってからなんだかんだ長いんですよ、実際。でも普通に面接してたじゃん。あれは和彦さんが同じ日に来たから面接っぽくやってただけですよ。急に履歴書用意しようとかって言われて。じゃあ小寺さんもここでそんな感じで働くようになったのかな。そうじゃないですか。小寺は違うよ。え？いただきます。いただきます。小寺は殺しの仕事からは足を払って、普通に働きたいってうちに転がり込んできたんだ。ただの銭湯の従業員として働きたいってね。こっちもちょうど場所貸しの方は辞めようと思ってた頃だしな。まあ、辞めようと思ってたんですか？銭湯じゃないよ、殺しの場所貸しだけ。ああ、はい。今でも辞めたいと思ってる。でも借金があってね、辞めるに辞められず。うん、冷たいうちに飲みな。あ、はい。で、その借金してる先が田中で、借金返す代わりに仕事を振られるから断りに断れないってことです。松本はその田中って人のことを知ってるの？まあ何度か会ったことありますね。そうなんだ。田中さんは、うんうん、3はいらない。田中。田中はヤクザ？うん、まあヤクザ。いっぱいいるんですね、ヤクザ。今日は休みにするから、また明日。お疲れです。お疲れ様でした。お疲れでした。マジ3秒で寝れる。じゃあお疲れっす。
お疲れ。やっぱり松本君か。小寺君のことは残念だった言ってくれよ、松本君もいるんだったら。俺は普通にフロアの従業員として働いてるだけなんで。まだ仕事はたくさん残ってるからねちょうどよかった。送ってくよ。大変そうね、お風呂屋のお仕事。うん、まあそこそこ。無理して体壊さないようにね。うん。父さんは？うん？仕事はどう？どうって？いや、どんな調子かなって。大変？そりゃどんな仕事だって大変よ。でも、今はそんな大変じゃないよ。先月は大変だったけど、今は割と落ち着いてる。でも再来月はまた大変になるかもしれないな。そうじゃなくって、仕事ってそもそも大変なものでしょっていうことよなんだそういうことか。そうよんこれ美味しいね。あ、そう、よかった。作りすぎちゃったから明日も食べられるわよ母さん料理がうまいから。またうん、あずまさん、うん、松本って今日休みですか？もしかして。うん、でも田中さんは、田中は小寺さんが亡くなったこと知ってるんですよね？バレてしまったんだ、松本君がいるのが。松本一人で行ってるんですか？もちろん一人で行ってもらってる。大丈夫なんですか？何、手伝いに行く？いや大丈夫だよ、プロだから彼は。すいません、もう申しませんから。和彦さん、
え？後片付けやりましょう。うん。掃除楽になるように気をつけるんで、これからも。そうなんだ、助かるよ。どういたしまして。その人は何で殺されたの？え？田中が殺せって言ったんだよね。はい。どうして田中はその人？いや、わかんないっすね。そうなんだ。まあ、仕事なんで。俺、釜の準備してきますね。ああ、うん。大丈夫？あ、大丈夫です。そっか。なんで殺さなきゃいけないのか知らないんですね。そういう仕事だからね。こいつもヤクザですか？いや、違う。でも和彦君、犯罪に手を染めてる人間ってのは世の中薬剤以外にもいろいろいるからね。分かってます。あ、そう。元気ないね。どうしたの？そんなことないよ。あ、楽しくない。え、何言ってんの？ものすごく楽しい。もう一杯飲む？いや、ちょっと休憩する。じゃあお茶もらおうか。そうだね。すいません、お茶ください。ありがとう。うん、あ、今日田村君から連絡が来た。グループラインで？ううん、個人的に。え、どんな？食事に行こうって。で、どうするの？行かないよ、当たり前じゃん。なんで誘ってきたんだろうね。なんでだろうね。冷た。ジュリのがあったかいんだよ。違うよ、和彦のが冷たいんだよ。今日行ってもいい？今日？うん、うん、いいよ。アンジェラ、風呂入ってこい。お風呂今？うん。あ、タオルとか適当に使ってください。たくさん置いてあるから。ありがとうございます。もう一人いますよね、従業員。いや、彼は。いるんですね、やっぱり。彼はただの、というか普通の青年で、銭湯の仕事に専念してもらってます。殺しについては何も？はい。東さん、なんでそんなすぐバレる嘘をつくの？俺だって何も調べないでここに来てるわけじゃねえんだから。彼が殺した後掃除してるの知ってんだから。東大出身なんだってね、彼。そうみたいですね。で、何ができるの？何がと言いますと？何かできるから雇ってんでしょ？いえ、最初は本当に風呂の仕事だけをやってもらおうと思って採用したんです。それはおかしいでしょう。何がです？なんで東大まで行ってる人間が
銭湯でバイトなんかしようなんて考えるんです？それを不思議に思ったのは田中さんだけじゃありませんよ。まあいいや。残念ながら小寺君は死んじゃったからね。代わりといってはなんだけど、松本君にはうちに来てもらわないと。わかりました。松本、すまん。いえ、もともとこっちの仕事担当で呼ばれたんすもんね。俺、話が早くて助かるよ。あともう一つ。何ですか？そのもう一人の彼、知ってしまってるんだ。松本君と同じように使えるように育てるか、出なきゃ殺すか、どちらかにしてください。ただ掃除を手伝ってるだけなんて、うちとしてもリスクが高すぎる。しかし、育てるか殺すか、どちらかなんですよ。では田中さん。何ですか？アンジェラさん、お風呂に。俺先帰るから行ってやってくれ。わかりました。優しいね。いや、ありがとうね。気をつけて。どうしたん？おはようございます。あ、おはよう。っていうか、なんで俺んち知ってんの？なんだよ。いや、こんなこと言うのもあれなんすけど、和彦さんどんぐらい腹くくってんのかなって。腹くくってるってどういうこと？自分で言うのもあれなんすけど、俺も結構危ない目あったりしてるんですよ。大人一人連れてきて殺すって言っても楽なことじゃないんで。分かってるよ。どうしたの？和彦さんにも同じことしてもらわなきゃいけなくなったんですよ。同じことって？だから外回り的な、俺と同じこと。誘拐してきて殺すってこと？そうだっつってんじゃないですか。怒んなよ。女と会ってましたよね、さっきまで。え？これ和彦さんの高校の同級生でしょ。なんだよこれ。だから、え、何？どうしたの？てめえが今巻き込まれてることがどんだけやべえことが分かってねえんじゃねえかっつってんすよ。普通ね、こんな仕事しててね、実家に住んだままとか新しく女作るとか、マジありえないっすからね。実際舐めてんでしょ。こういうのね、弱点になって敵に全部利用されるんすよ。分かってます？分かってねえだろうけど。
黙んないでもらっていいですか。じゃあ俺やめた方がいい。いやいやいや、今更やめるとか許されるわけないじゃないですか。少し考えましょうよ。東大でしょ。学歴は関係ないじゃん。辞めたいんなら一つだけ方法があります。それってまさか。はい。自殺。違いますよ。田中を殺す。田中を殺す。そう。あいつさえ死ねば松之丞は純粋に銭湯としてやっていける。田中を殺す。よし、やっちまおう。ノリで賛成すんなよ。どうせ全部俺がやってくれるとか思ってんでしょ。え、とりあえずそのことは別れてください。え、彼女を危険な目に遭わしたくないなら今日。今日？今日。今日？田中を？君たちが？はい。二人でって和彦君も？はい。明日？はい。和彦さんも腹くくってるんで。はい、大丈夫です。本当に？はい。だって俺怖い？
丈夫です。それあげる。え、いや大丈夫です。必要になるかもしれんから。わかりました。使い方後で教えますね。うん。一つ聞いていいですか。何？なんで今までその田中って人を殺さなかったんですか。いやだって今現にこうやってすんなり殺すっていう案が通るんだったら、逆に今までやらなかった理由は何なのかなって。和彦さん、田中を殺して G エンドで話が終わるんだったら、そんなのもう200年前にやってますよ。それができないから今もこうして困ってるんじゃないですか、東さんは。ああ、そうか。いや、え、もうそろそろ私も我慢の限界だったんだ。しかし自分じゃ殺せないし、かといって君たちに頼むのもな。松本君だって田中から仕事をもらったこともあるだろうから、田中を殺すってことは君らの仕事も奪うことになりかねんわけだ。だからさっさと殺してほしいんだ。正直に言うと。早く言ってくださいよ。200年前に。サイズ和彦君、あの彼女とは別れた方がいいな。実家を出るのは難しいにしても恋人はいない方がいい。それはさっき伝えました。東さんも知ってたんですか。うん。彼女さんが危ない目に。分かってるよ。じゃあちょっと行ってくる。はい、待ってますね。じゃあ。和彦君、OK？和彦君。あ、ごめんね、遅くに。中入りなよ、寒いでしょ。いや、ここでいい。いや、だから私が寒いんだって。あ、ごめん。え、いや、何？どうしたの？あ、いや、あのね、別れたいの？いや、そうじゃない。別れたくはない。別れたくはないけど、ちょっと事情があって。分かった、別れよ。ごめん。ちょっとやめてよ。え？やめようよ、そういうの。最後に一回だけ。だからやめようって、そういうの。綺麗に別れようよ。わかった。じゃあね、風邪ひかないでね。うん。うん。あれ、泣いてます？
か。泣いてねえよ。だったらいいんですけど、もししんどかったらちょっと休んでからでも。いいよ。東さんは？あ、帰りましたよ。これだけ書いてもらって。何これ。田中んちの間取り図。よし、やる。加減慣れなよ。いや、どうもね。あれっすね。何？いや、酒飲めないって意外だった。いや、俺みたいな仕事してるやつあんま飲むやついないっすよ。だって飲酒運転してるみたいなもんですからね。酒飲んでちゃんと狙えるやつってわかんないですけど、日本にいないんじゃないですか。夏元ってさ、趣味とか？趣味？ないですね。彼女とかは？いないです。今まで一回も？いないですね。へえ。じゃあ童貞ってこと？何なんすか、さっきから。童貞なんだ。東大行く人もそんな感じなんすね。怒んなよ。ただ何を幸せに生きてんのか気になっただけだよ。いや、じゃあ逆に聞きますけど、楽しみがなかったら生きていけないんですか。は？そりゃ楽しみはあった方がいいに決まってる。これはそうは思わないですね。すいません、さっきのと同じのください。大丈夫ですか、そんな飲んで。明日すいません、やっぱキャンセルで。あ、あったかいお茶ってありますか。お願いします。あの、一個聞いていいですか。何？いや、マジ100万回聞かれたことだと思うんですけど、東大まで行っといてなんでこんなことやってるんですか。調べたら一回も就職してないじゃないですか、和彦さん。バイトばっかで。バンドやってるとかの夢追い系じゃないっぽいし。なんすか。じゃあ逆に聞くけど、東大出ていい会社入って幸せにならないといけないんですか。なるほど。幸せにはなりたいけど。その言い方浮きますね。幸せにはなりたいけどね。ごちそうさまでした。いいよ、松本はウーロン茶しか飲んでないし。じゃあ明日13時に。
おやすみ。お疲れです。おはようございます。おはよう。眠れなかったんすか？うん。行きますか？うん。目の前に止めるバカがどこにいるんですか。もうちょいこの先っすよ。そうなんだ。大丈夫っすか。うん、大丈夫。あ、もしもし、松本です。はい、あの裏の窓って開けてもらいました？例の相談したところのやつ。はい。あ、助かります。ありがとうございます。はい、失礼します。東さん。はい、中で田中と話してるっぽいっす。そっか。よし、じゃあ行こっか。あ、ちょっと、和彦さんはここで待っててもらっていいですか？どうして？いや、俺一人で行くんで。いや、だから気悪くしないでほしいんですけど、正直足手まといなんですよ。でも昨日は。いや、あれは本当に覚悟ができているかどうか確かめたかっただけで、この先も秘密を守っていけるかとか、ビビって裏切ったりしないかとか。そんなことするわけないじゃん。そんなことするやつがたくさんいるんすよ、世の中。そうなの。なんでちょっと待っててください。わかった。これテスト、これで一応こっちの音とか拾えるんで、何かあったら逃げてください。何かあったらって。例えば俺が死んだとか。分かった。これがスイッチです。松本。気をつけて。はい。
東さん。東さん。東さん。松本、そんな、すまない。くいしょ。どうしたんすか、東さん。アドムさん、弱すぎだよ、これ。ケチャップでした。松本君、秩序を乱すってのは、俺たち年寄りにとっちゃ君らが思ってる以上に大変なことなんだ。実際東さんだって今まで通り俺の言うことを聞いてる方が楽なんだよ。分かんねえだろうな、若者には。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。怖いんだよ、君らみたいないろんなことやろうとするやつが。なんじゃそれ、なんだよそれ。なんか様子がおかしいなと思って聞いてみたら、すんなり俺の言うこと聞いてくれたよ、東さん。怖いんだってさ。悪いね。もう一人の彼どこだよ。一緒なんだろ。まあいいや。それにしてもそんなに俺の元で働くのが嫌なのか。悲しいぞ、松本。何してるの、アンジェラ。下行ってろ。松本。なんだお前。歌の丘。アンジェラ、いつの間に松本と。アンジェラ。お前、そら浮気だ。和彦。だって、松本を撃ったのは東さんですよね。いや、違う違う。すいません。何、アクセルどっちですか。はぁ、いやだからアクセルどっち。知らないよ。カードが挿入されていません。まだ弱く。あー、カモン、レッツゴー。待って、ちょっと待って、待って、待って。すむんだよ。カモン、バカになってるから。カモン、よし、松本、もう少し頑張れ。遅いよ、早くしないとこの人死ぬ。分かってた、静かにしろって。From the Philippines. いいから。
染みるわよ。我慢して。フィリピンでしたっけ。いや、ホットは、ホット。お、ダメよ、起きちゃう。まだ寝てなさい。あ、いや、大丈夫です。もう、じゃあ何か少し食べる。はい。じゃあここ座って。大丈夫？はい。大丈夫？はい。こんにちは、お邪魔してます。本当に病院から来て大丈夫なんですか？あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。うどんでいい？あ、はい、ありがとうございます。お風呂屋さんの仕事も結構危ないんですね。はい、どうもすみません。あ、いやいや、どうぞゆっくりしていってください。ありがとうございます。アンジェラさんもね、Please make yourself at home。 和彦さん。なんだよ。明日から松の湯。どうなんだろうね。とりあえず開けますか。いやいや、松本は休めよ。すいません。和彦さんファミリーってなんかあったかいっすね。え？今まで食ったうどんの中で一番うまかったっす。そっか。ごめん、超待たしちゃった。いや、全然。っていうかマジ久しぶりだね。急に連絡来たから超びっくりしたよ。ごめんね、急に。あ、いや全然。っていうか、なんで来てくんなかったの？同窓会みんな来てすっげー盛り上がったのに。いや、行ったよ、一応。いや絶対嘘だし。え、じゃあなんで声かけてくんなかったの？冷たくない？で、相談って何？ああ、なんか飲む？うん、ちょっとごめん。何がいい？ビールでいいか。うん、ビール2つお願い。ごめんね。で、何？この間ニュースになってたんだけど。ああ、なんだっけこれ。松の湯っていう銭湯のオーナーが殺害されたっていう。ああ、知ってる知ってる。で、俺そこで働いててさ。え、そうなの？大変だねそりゃ。うん、失礼いたします。あ、ありがとう。生ビールです。お疲れ様、頑張ってる。あ、はい、部長。じゃあとりあえず乾杯。乾杯。あ、うまで、あ、でね、銭湯の経営は続けたいと思っててさ。うん、誰が？勝子君が？うん。そうなんだ。でね、うん、経営のこととかよくわからないから、その辺田村君に相談したいなって思ってさ。なるほどね。うん、全然大丈夫、何でも相談してよ。ありがとう。あ、そういえばさ、和彦君って副島さんと付き合ってる？うん、最近別れたけど。そうなんだ、やっぱり。そっか、
どうして？いや、ちょっと前にご飯誘ったらさ、断られちゃって。で、他の女の子にいろいろ聞いたらさ、綾乃ちゃんだったかな、副島さんと和彦君が一緒にいるのを見たって言ってたから。そっか、別れたんだ。にしても和彦君にも来てほしかったな、同窓会。あ、ごめん、来てたんだったね。ごめんごめん。で、なんだっけ、銭湯か。どんなイメージ？和彦君がオーナーって感じで行きたいの？いや、それよりも。ん？それよりも？久しぶり。久しぶり。聞いたよ、ここ田村くんがオーナーになったんだってね。うん、俺は雇われ店長。うんうん。一つ伝えたいことがあって。何？大学卒業してから大企業とか入ってないし、ビジネスでも成功したわけでもないけど、そんな風に思わせてた。ごめん。そうなんだ。うん。じゃあ私も一つ隠し事教えるね。隠し事？私がここにお風呂に入りに来てたのは、広いお風呂に入りたいからじゃないの。どういうこと？ガスとか水道止まってお風呂に入れない時に来てたの。ずっと払うの忘れてて。え？何回も？ガスか水道か電気、どれか止まったら入れないからね。なんだそれ。そっちこそ。じゃあ今日は？ガスが止まったから水しか出ない。お風呂入ってく？うん。いや本当に松本はいつも飲まない。へえ、本当に飲まない。レアね。人生には何度か一生これが続けばいいのにっていう瞬間が訪れる。何もかもが完璧で幸福で、この瞬間のために俺は生きてきたんだと、そう思える瞬間が本当に何度か。そして僕たちはまさしくその瞬間のためだけに生きているんだと思う。その何度か訪れる瞬間のためだけに、それで十分。うん、それで十分だと思う。